一幕府八大将軍、足利義政の長身。カラスマヨミツの子。カニは十一位。順大人。ゴーはレンヒカリーン。獣子は日野茂子。足利義則の子なんで、次期将軍を継承する、可能性が低かった義政は、幼少時には母方の一族である四人の屋敷にて育てられた。ところが、カキツ三年、義政が、 兄の急死で急遽将軍を継ぐことになったため、死人のカラスマ殿がそのまま将軍の御所として用いられることになり、長六三年に吉政が室町殿に移るまでこの状態が続いた。このため、将軍の育ての親的存在になった死人の発言力が高まることになった。文安元年に三に長六二年には十一位、純大臣に任じられた。仁元年に出家し、 西誉れと合する。応仁の乱を避けて、三河国伊良号をクリアに下校し、文明十四年に、同地にて六十六歳で皇居。今三局や、有馬持家と共に一時惑星に深く関与し、三人とも、お今、有馬、カラスマと、間がつくことから、三馬と呼ばれた。石原比良両、吉正崎の将軍家と天皇家、室町時代の将軍家と天皇家、 ISBN 978から4から585221296、田坂康幸、室町紀京都の都市空間と、幕府、桃崎雄一郎、山田国和編長、室町政権の主婦構想と、京都室町、北山、東山対 ISBN 978から4、から89259798五ありがとうございます。